小倉美咲ちゃん失踪事件、美咲ちゃんを誘拐した犯人の人物像。どうも、狼考察系 YouTuber です。今回も小倉美咲ちゃん事件の動画になります。っていうか、今回で最後になると思います。この事件について自分がやれることはもうないです。あとは警察に頑張ってもらうしかない。まあ、当たり前なんですけどね。ただ、この事件に関して何かしら動きがあれば改めて動画にする可能性があるって感じですかね。この事件の大雑把な概要になります。美咲ちゃんはキャンプ場で行方不明になった。その東西 15km、 南北 6km の範囲で捜索が行われ、情報提供も呼びかけられていました。そして失踪から3年後、キャンプ場から東に 600m 離れた場所で発見された。そういった事件になります。そしてその件に関して自分は3度にわたり現地取材を行いました。いくつかの状況証拠の積み重ねから第三者の誘拐以外の可能性はない。前回までの動画ではそんな結論になったわけでした。詳しくは長くて退屈な動画で恐縮ですが、あまり再生数が伸びていない前回の動画、1時7分をご参照ください。今回の動画では、警察が誘拐事件として捜査しなかった理由、事件や犯人像に関係する時代背景、そして美咲ちゃんを誘拐した犯人の人物像、その辺の話をして、この事件に関する動画は終わりとさせていただきます。ちなみに前回の動画で予告していた、美咲ちゃんが誘拐されたと想定される場所についてですが、これは諸事情により割愛します。すみません。というわけで今回もよろしくお願いします。音楽。なぜ山梨県警は誘拐事件としての捜査を始めなかったのか。おそらくそれ自体が様々な憶測や陰謀論をネット上においてこの事件がコンテンツ化した理由ではあると思います。ただし、山梨県警が誘拐として捜査しなかったのではなく、事件の当事者全員がキャンプ場内での失踪を疑わなかったが正解だと思います。資料で残る事件の時系列を紹介します。まず、美咲ちゃんが先に広場を出た。お姉ちゃんを追いかけて広場を出発。それから十数分後、大人の一人が子供を迎えに行ったら、美咲ちゃんの姿がなかった。その時点で美咲ちゃんがお姉ちゃんたちと合流できていなかったことが発覚した。なので手分けしてキャンプ場を捜索。ちなみに月川オートキャンプ場自体はそこまで広い敷地ではありません。子どもの声ならキャンプ場全体に届く程度の広さです。当然当日キャンプ場にいた人たちにも声をかけたでしょう。短時間でキャンプ場全体を探し尽くした結果、キャンプ場内に美咲ちゃんはいなかったわけです。そこから捜索範囲をキャンプ場の敷地外に広げて日没近くまで捜索をし、警察に通報した。失踪当日の流れはそんな感じだったようです。なので警察からしてみたら、美咲ちゃんが行方不明になったキャンプ場の敷地に入なかった、その前提で通報を受けたことになるわけです。そもそも誘拐事件ってどうやって発覚するものなのか、それ自体が自分にはよくわかりません。北朝鮮による日本人拉致事件のように、日本国内で失踪した日本人があるテロ事件から北朝鮮に拉致されたことが偶然発覚した、そういう歴史的事実もあるからです。さらに誘拐事件の捜査として初動で現場の保存ができなかった側面もあります。というよりも犯人がいた証拠を完全に消し去ることを許してしまった、そう表現すべきかもしれません。現場となった月川オートキャンプ場では事件の直後から営業を停止しています。捜索活動に携わる警察、消防、自衛隊、そして捜索ボランティアのための駐車場としてキャンプ場の敷地全体を提供するためです。ただしそのキャンプ場の配慮そのものが、美咲ちゃんを誘拐した人物がそこにいた痕跡そのものを消し去ってしまった、それは否めないわけです。
なんなら美咲ちゃんを誘拐した犯人が捜索ボランティアとしてキャンプ場に再度訪れることによって、誘拐した現場における自分がいた痕跡そのものを全て消し去ることすら可能だったわけです。というか、美咲ちゃんを誘拐した犯人は証拠隠滅のためだけに捜索ボランティアに参加した。その可能性は極めて高いです。一応断っておきますが、キャンプ場の判断それ自体は決して責められることではありません。それは不可抗力でしかありません。また自分の立場はあくまで部外者です。自分が行った現地取材を通じて状況証拠を集めて精査した結果、事件の可能性が極めて高い。これは事実です。ですが、それはあくまで自分が部外者として他人事感覚で歩いたからそう気づいた、ただそれだけの話なんですよ。外野から見ている分には確かに、なんでそうしなかったと思えますが、当時現場で行動している人たちはミザちゃんを探すのに必死で、そうできなかった、考えられなかった、そういう状況だったということです。なので、なぜ事件として捜査をしなかったのか、その答えは不可抗力でできなかったでしかありません。ただし、不可抗力だったのはミザちゃんの両親や他のキャンプ参加者、その日キャンプ場にいた正規の利用者、そして警察と月川オートキャンプ場、あくまでそういった事件に巻き込まれた当事者に限った話です。美咲ちゃんを誘拐した犯人や捜索ボランティアに参加した第三者にはまた別の責任が生じるため、以上の不可抗力は当てはまりません。その辺は事件が起きた当時、山梨県やキャンプ業界を中心に起きていた現象が主に影響していること、それがこの事件に対する世論の反応に大きなバイアスを生ませたこと、山梨県が公式に出している統計からも明らかです。今回はそちらについても話しておこうと思います。音楽、この事件に関しては主にネット上であらゆる説が唱えられていました。その大半は遭難事故説か身内の犯行説だったわけですが、それ以外にも人身売買グループによる拉致とか、アメリカの前の前の大統領による拉致とか、そんなとんでもない説まで生まれました。いずれにしても、キャンプしていた人物が美咲ちゃんを誘拐したという説は徹底的に否定されてきました。なんで否定されてきたのか。それは美咲ちゃん失踪事件当時に山梨県やキャンプ業界が置かれていた状況、そしてかつて起きた歴史的に重大な事件が大きく関係しています。ここで山梨県の観光客の増減に影響が大きかった出来事について、山梨県が公式的に発表している統計をもとに箇条書きで説明します。2013年6月、富士山が世界遺産に登録。2015年5月、アイフロ原作のゆるキャンの連載開始。高校生の女の子たちがゆるくキャンプを楽しむ作品。この作品がきっかけでキャンプブームが始まる。ちなみに作品の舞台は山梨県。2017年12月、ローガン・ポールの樹海動画が炎上。2018年1月、アニメゆるキャンが放送開始。この年、山梨県を訪れる観光客が大きく増える一方で、観光客の消費額は減少。2019年9月、小倉美咲ちゃんの失踪事件が山梨県のキャンプ場で発生。2019年10月、東日本台風により中央道や中央本線に大きな被害。特に紅葉が始まる観光シーズンに大動脈が使えなくなる。この山梨県の統計で注目すべき点は、富士山の世界遺産登録後の3年間よりも、ゆるキャンアニメ放送開始後の1年間の方が観光客が大幅に増えていることです。つまり、このデータから見える事実として、ゆるキャンのヒットが山梨県への観光客増加に大きく貢献していることがわかります。そんな最中、7歳の女児がよりによってキャンプ場で失踪するという事件が起きたというわけです。ここでこの事件に関係する歴史的な事件をもう一つ紹介します。それは美咲ちゃんの失踪から遡ること30年前、つまり今から35年前に発生した小児性愛者による凄惨な事件と、
それに端を発したオタクバッシングです。なぜ小児性愛者が起こした事件でオタクがバッシングされたのか。それは犯人が大量の漫画やアニメを所持していたため、漫画やアニメの影響で事件が起こったと報道されたからです。この報道を機に、いわゆるオタク差別が発生しました。その影響でコミックマーケットが幕張メッセから追放されたりと、社会に大きな影響を与えました。この動画ではその一連の事件を M 咲事件として扱い、美咲ちゃん事件に関する遭難事故説や身内の犯行説、そしてアメリカの元大統領まで巻き込んだ陰謀論が生まれる一方で、キャンプ客による誘拐事件説が徹底的に否定されてきた背景について触れます。言うまでもなく、 M 咲事件からのオタク差別が大きく関係しているわけです。なぜならオタク差別があった経緯から、SNS を中心としたネット世論では萌えや漫画、アニメに対して異様に過敏な風潮が存在しているからです。実際に漫画やアニメに対する批判や萌えに否定的な意見に関するネット上での炎上騒ぎがそれを証明しています。例えば、ラッパーのヤングタカジンが萌えキャラが描かれた駅に対して気持ち悪いと発言して炎上したり、最近完結した漫画「推しの子」の恋愛リアリティショーの炎上エピソードに関連し、遺族が作品に批判的な発言をして炎上したりといった事例があります。また、アニメや萌えに否定的な女性支援団体の代表に対して特定の左翼政党と結びつけた攻撃が行われた結果、そうした人物が SNS 上のインフルエンサーとして影響力を持つようになるなど、事実としてそうしたことが起きています。それらすべての根っこにあるのは、35年前に起きた小児性愛者による凄惨な事件と、そこから発生したオタク差別に対する根強い反発です。また、 M 咲事件からのオタク差別があった当時、あるアニメオタク界の重鎮の発言と言われる、創作物が現実世界への犯罪に影響を与えるわけがないという考え方が警察白書からも支持され、それが今でも信じられています。この発言は漫画やアニメ、さらにロア的なジャンルを含めた表現の自由を守る根拠とされています。ところが、小倉美咲ちゃんの事件が誘拐事件だったとしたら、それはゆるキャンヒットの影響で起きたことになります。当然といえば当然です。なぜなら、小倉美咲ちゃんの失踪事件はゆるキャンヒットによるキャンプブーム最中に、その舞台である山梨県のキャンプ場で発生した事件だからです。それが仮に誘拐事件だった場合、アニメの影響で誘拐事件が起きるという事実が明確になってしまいます。つまり、これはこれまでオタク差別に反発する形で支持されてきた創作物が現実世界への犯罪に影響を与えるわけがないという前提が覆ってしまうことを意味します。だからこそ、萌えや漫画、アニメに異様に甘いネット民の多くは、誘拐事件だったら困る、遭難事故でなければ困るという心理から、誘拐事件ではないという根拠を構築し、正当化し始めたわけです。それが、遭難事故説や身内の犯行説を支える背景にあるのです。それは、あくまで萌えや漫画、アニメに関する表現の自由を守るための、事実に基づかない風潮に過ぎません。また、ネット上のミーガ萌えや漫画、アニメに異様に甘い風潮から、SNS を主戦場にしている人たちの多くが美咲ちゃんの捜索ボランティアに参加し、証拠隠滅のために捜索ボランティアとして現場に戻ってきた美咲ちゃんの誘拐犯と一緒にキャンプ場周辺で行動した可能性も極めて高いです。現に、こういった事件が起きた際、かつて24時間テレビの企画を邪魔する目的で2チャンネルタミが砂浜のゴミ拾いをするムーブが起きたように、無駄な行動力を発揮する人がネット民には異様に多いのです。そして、それはミザちゃんを見つけ出すためではなく、誘拐事件ではない証拠を集めるため、さらには犯人に誘導されるまま美咲ちゃん誘拐犯の証拠隠滅に協力した、結果的にそうなってしまったとも推測できます。一応ここで2つほど注意点を挙げておきます。1つ目、ゆるキャンは小児性愛を煽るような作品ではないし、
キャンプ場内で女児を誘拐してその証拠隠滅を正当化するような、そういうロア趣味を煽るような鬼畜系サブカルでもありません。アニメヒットからのブームに乗って安易にキャンプを始め問題行動を起こす人間がバカなだけの話です。2つ目、小倉美咲ちゃんの事件が起きたのは確かに山梨県のキャンプ場ですが、山梨県といってもよく知られる富士山や南アルプスがあるエリアでも、ゆるキャンの舞台となった身延周辺でもなく、どちらかというと神奈川県に隣接した丹沢と呼ばれるエリアが現場になります。山梨県は一口に言っても範囲が広いので、この点は要注意です。いずれにしても犯人の行動原理は、ここまで挙げた山梨県と観光客の関係、そしてゆるキャンからのキャンプブームの影響を受けています。さらに M 先事件の時に起きたオタク差別に対する逆張りの手法も利用して、犯人はまんまと逃げ切ろうとしているのです。なんなら萌えや漫画アニメに異様に甘いネットミーも、美咲ちゃん誘拐犯を守ろうとしている節があります。明らかにそういう傾向が見られるのです。次の項目では、そんな犯人の人物像について具体的に迫っていきます。というわけで、この事件の犯人が一体どういう人間なのか迫りきれるかどうかは分かりませんが、できるだけ迫れるように努めるのがこの項目です。ちなみにこのチャンネル的には、状況証拠の積み重ねから中泊誘拐事件で間違いないという結論に至りましたが、公式的には遭難事故なのか誘拐事件なのか、それすらはっきり分かっていないのが現状です。というわけで、ここまでで分かる範囲で小倉美咲ちゃんを誘拐した犯人、その人物像に迫ることとします。その前に、なぜ警察が美咲ちゃん誘拐犯を特定できないのか、その辺について分かっていることから考察します。美咲ちゃん失踪について初動で誘拐事件を疑えず、誘拐事件の証拠を残せなかった背景については、キャプチャーから2つ前の項目に飛んでもらって再度ご確認願います。一番の原因は、美咲ちゃんを誘拐した犯人が美咲ちゃん失踪当時キャンプ場にいた記録が残っていないことです。これはこれまでの動画の中で再三はしていることですが、犯人の人物像やその行動を解説するために大事なことなので、もう一度説明させていただきます。現場となった月川キャンプ場は、利用時に料金の支払いが必要なタイプのキャンプ場です。その利用方法も一般的なホテルや旅館と同じで、受付時に本名や住所、電話番号や車のナンバーといった個人情報の記帳を求められます。この辺はゆるキャンを知っている方ならご存知かと思います。そして美咲ちゃんを誘拐した犯人が正規のキャンプ場利用者だった場合、逃げ切ることは絶対に不可能です。なぜなら、美咲ちゃん失踪事件の性質上、事件当日にキャンプ場にいたことが分かっている正規の手続きを踏んだ利用者の人たち、美咲ちゃんの両親や他のキャンプメンバーも含めて全員が警察の事情聴取を受けているからです。仮に事件当日警察が到着する前に撤収した正規の利用者がいたとしても、月川キャンプ場で記帳された個人情報をもとに、遅くとも当日中には山梨県警から連絡が来たはずです。その辺は過去の動画でも解説しましたので、詳しい根拠に関してはそちらをご参照ください。ちなみに、チェックイン時に嘘の個人情報を記帳した可能性についてですが、例えば記帳された電話番号が実在しない番号だった場合でも、事件があった当日中に山梨県警が手分けして連絡を入れた以上、どうしても連絡がつかなかったり、実在しない電話番号が存在した場合は、美咲ちゃんを狙った不審人物がキャンプ場にいた疑いが生じます。そのため、美咲ちゃんが失踪した当日中に警察側も迷子以外の原因を疑いますし、それこそ誘拐事件が捜査の前提になっていたはずです。つまり、消防や自衛隊へ出動要請する前にキャンプ場を全面封鎖し、現場の保存が優先されたわけです。それはともかく、現場に到着した大月警察署の警察官は、美咲ちゃんの捜索と並行して利用者に対する事情聴取も行いました。
それ自体は事件の記録にも残っています。その結果、南の広場で子どもたちが遊んでいた場所についても含め、事情聴取を受けた全員が真実を話していると警察は判断しました。つまり当日キャンプ場にいた正規の利用者は全員事件の犯人ではないということです。これ自体はとっくの昔に確定している事実です。それでは、美咲ちゃんを誘拐した犯人は一体どうやってキャンプ場に入り、そして美咲ちゃんを誘拐して逃げ切ることができたのか。実はキャンプ場の正規の利用には受付が必要ですが、キャンプ場に入ること自体は受付を通らなくても可能です。月川橋と呼ばれる道志川をまたぐ橋を渡ると、正面に駐車場が見えてきます。キャンプ場の受付自体はここを右折し、一度駐車場に車を止めて民宿月川荘の向かいにあるキャンプ場内に入り、そこでチェックインすることになっています。ところがキャンプ場自体は突き当たりの駐車場を左折して案内通りに右折し、狭い上り坂をひたすら登っていけば、特に規制されることなく普通にたどり着けます。ここで犯人像の話になりますが、小倉美咲ちゃんを誘拐した犯人は受付を通らずキャンプ場に入り、無断でキャンプをしようとした人物ということです。なぜ犯人は本来チェックインが必要なキャンプ場を無断で利用しようとしたのか、それ自体は本人にしか分かりません。ただなんとなく想像がつくのは、ゆるキャンからのキャンプブームで、俺様はキャンプをやらなければならないという歪んだ義務感を抱いた人物、そして9月21日にキャンプをしようとして直前に問い合わせてみたら、このキャンプ場が数ヶ月前から予約が必要な人気キャンプ場だと知らなかったため、予約がいっぱいで断られて腹を立てた人物、もしくは無断キャンプの常習者といった感じかなと推測します。ちなみにその当日は日本列島に台風の接近が予想されていて、通常の土日よりも利用者が大幅に少なかったのですが、キャンプ場の公式サイトには15時過ぎにチェックインする場合は連絡をお願いしますとの案内があります。そのため美咲ちゃんを誘拐した犯人は台風接近の情報など関係なく、15時過ぎにキャンプ場に来て空いている場所に侵入しようと考えたと自分は推測します。しかし空いている場所がなかった場合、どうするつもりだったのかは謎です。以上の行動から、規範意識が希薄でルールに背くことを面白いと感じる逆張りの手法がうかがえます。また美咲ちゃんを誘拐し3年もの間身近な場所に隠し続けたといった行動からも、反社会性人格の持ち主、つまりサイコパスの可能性がかなり高いと考えられます。その辺は今さら言うまでもないのですが、また犯人が捜索ボランティアを装い証拠隠滅のために現場に戻ってきたというのも、それ自体が外見を取り繕うのがうまく魅力的に見えやすいといったサイコパスの典型的な特徴そのものだからです。ではその犯人はなぜ美咲ちゃんを誘拐したのか。当初は最初から美咲ちゃんを狙っていた小児性愛者が自販機付近に潜伏していて、美咲ちゃんが一人になるのを待っていたという事件説を信じる人も多かったようです。ところがその説に関しては、美咲ちゃんも参加するキャンプが月川オートキャンプ場でその日に開催されることを小児性愛者である犯人が事前に情報を入手し犯行を計画したという筋書きは成立しません。何よりも南の広場から自販機までは目視できるほどの近距離であること、その時点でこの線はまずないと言えます。ちなみにこの事実は実際に現場に行かないと気づきにくいものですが、ストリートビューを奥まで見れば自販機から南の広場が見えることは普通に確認できます。そして身内の犯行説は、そういった最初から美咲ちゃんを狙っていた犯人が自販機付近に潜伏していたという条件を無理やり強化することで生まれた説です。しかし美咲ちゃんの両親やキャンプ参加者、当日キャンプ場にいた正規の利用者による犯行はとっくの昔に否定されており、すでに確定しています。それは先ほど解説した通りです。ここまで考えると
美咲ちゃん誘拐事件の真相は、無断侵入したキャンプ客による場当たり的な犯行だと考えた方が妥当です。実際に犯人と美咲ちゃんとの間で何があったのかは分かりません。無断でキャンプ場に侵入し、2000円なり3000円なりをケチって、タダでキャンプをしようとしていたところ、沢でキャーキャー騒いでいる子供に心底イラついたのかもしれません。そんな中、たまたま美咲ちゃんがフラフラとやってきて、そこでブチ切れて思わず車に押し込んで誘拐したという流れも考えられます。まあ車かバイクなのかは分かりませんが、むしろバイクの方が逃走という側面ではごまかしやすいと言えます。もっともそれよりも穏便な形も考えられます。例えば子供が入ってきたのでお菓子をあげたところ、それがたまたま美咲ちゃんのアレルゲンでアナフィラキシーショックを起こしてパニックになったとか、ついのりでアルコールを与えてしまったなどです。7歳の子供にアルコールを与えれば命に関わることも普通にありますからね。また本当にたまたま小児性愛者で性的目的で誘拐した可能性もゼロではありません。犯人と美咲ちゃんとの間で一体何があったのか、正直それ自体は分かりません。しかし犯人の行動として一つだけ言えるのは、美咲ちゃんを誘拐した後短時間で撤収してキャンプ場を後にしているという点です。美咲ちゃんが広場を出てから大人が子供たちを呼びに行き、美咲ちゃんがいないと発覚し、西の森を探しに行くまで約15分程度と言われています。その間に犯人は美咲ちゃんを誘拐しキャンプ場を後にしたのだと思われます。犯人はキャンプをする準備をしてきたものの、設営することなくキャンプ場から立ち去った。むしろ到着して設営前に一息ついている時に美咲ちゃんと遭遇し、その場で犯行に及んだと考えるのが妥当です。仮にキャンプの設営をしようとしたとしても、防水のフライシートを広げた程度に止まったと思われます。そのため犯人がキャンプ場に到着したのは事件が起こる直前の午後3時15分から25分頃だと考えられます。ちなみに美咲ちゃんの誘拐犯がそもそも男性だとは限りません。女性2人組やカップルの可能性も考慮する必要があります。特に美咲ちゃんが与えられたお菓子でアナフィラキシーショックを起こしたのが真相だった場合、犯人が女性である可能性はむしろ高いです。また美咲ちゃんを誘拐した犯人を特定する上で最も特徴的な人物像になるのは、3年間もの間美咲ちゃんをどこかに保管していたという点です。これを普通の神経で考えると非常に恐ろしい話ですが、一言で言えばグロ体制が人並み以上にある、そういう人間性の持ち主ということになります。一つ前の項目でローガン・ポールの樹海の件をちらっと紹介しましたが、この件は確かに日本内外から批判を集めました。しかし同時に数字目的の模倣者を生み出す結果にもなりました。具体的な根拠については割愛しますが、山梨県にこうした統計があるので各自で調べてください。この辺を詳しく説明すると非常にややこしくなるため、結論だけ言います。ローガン・ポールの無法者的な樹海探索者というイメージはグロに対する耐性が強く、心霊を一切信じていない人たちがほとんどです。確かにそういうグロテスクな存在というのは経験を積むことで慣れてしまうものなのでしょう。しかしあまりにグロテスクになれすぎた結果、人としての神経を疑うような行動に出る人間も少なからずいます。例えば、過去に樹海で発見された遺体を GPS で案内するまではいいとして、それを写真に収めやすいようにわざわざ持ち上げて見えやすい場所に移動させたりする人もいます。実際、自分もそんな場面を目撃したことがありますし、動画にも残っているのではないかと思います。何が言いたいのかというと、自分も樹海をグループで探索した経験があるのですが、グロ耐性がつきすぎて心霊現象に対する恐怖心を全く抱かない、そういった人間が10人以上集まるグループで探索した経験上、美咲ちゃんを3年間も保管し続けられる人間というのは実はそれほど珍しい存在ではないということです。むしろ
誘拐犯がローガン・ポールから影響を受けた樹海探索の熟練者だった方が、すべての説明が簡単にできるのではないかとすら思います。この理由については、あえてこの動画では話しませんが、丸山ゴンザレスさんや村田ラムさんのような方に話す機会があれば、詳しく話せるかもしれません。このお二方以外には話す術もないくらいです。ちなみに、美咲ちゃんを誘拐した犯人は小児性愛者の単独犯と思われがちですが、自分はむしろロア系サブカルクソ野郎の複数犯ではないかと考えています。その理由はグロ耐性が異常に高く、美咲ちゃんを3年間もどこかに隠し続け、その行為に対して何ら罪悪感も後悔も感じていない点です。つまりそうした行為ができる自分を極めて文化的で、あらゆる人間を超越したものすごく面白い人間だと思い込み、それによって自分の行為をある種正当化している、あるいはグロテスク趣味で何かしらの発信をして成功し、それが民意の後押しによって成り立ち、自分の行為に対して心が痛まない状態を維持している。要するに数字の魔力に守られた存在なのではないかと推測しています。正直それほどの立場でなければ誰かの命を奪い、これほど大きく世間を賑わせた事件を起こしておいて、なお平然と生活することなどできるはずがありません。また犯人が複数犯である可能性に触れる理由として、なぜ犯人が9月21日という土曜日にキャンプをしなければならなかったのかという点が挙げられます。普通に考えれば天気が良い日を選んで出かけるだけの話です。しかしこの日にどうしてもキャンプをしなければならなかった理由があるとすれば、それは犯人同士の予定が合う日がこの日しかなかったからではないかと考えます。ここまでの犯人の人物像をまとめると以下の通りです。ゆるキャンヒットの影響でキャンプを計画、チェックインせず無断でキャンプをしようとした、計画的ではなく場当たり的な犯行、捜索ボランティアとして現場に戻ってきた、反社会性人格サイコパス、ロア的サブカルクソ野郎、複数犯の可能性が高い。正直断片的なことしか分かりません。当然です、どこの誰が犯人だと本当に分かっているのなら動画になどせず最初から警察に通報しています。ちなみに美咲ちゃんを発見した X 氏と犯人との関係性についてですが、多分友達の友達の友達くらいの距離感か、 SNS 上での相互フォロー程度の関係性ではないかと推測します。犯人が X 氏のアカウントに捨てアカウントで沢に行けば面白いものがあると誘導した程度の関係かもしれません。少なくとも X 氏をいくら掘り下げても犯人にはたどり着けない距離感だと思われます。しかし今からでも犯人に迫る方法がないわけではありません。例えば警察や消防が捜索に参加したボランティアの個人情報を抑えていたとか、キャンプ場内でボランティアの車を特定の区画に誘導していた人物がいたとか、そうした記録から犯人に迫る可能性はあると思います。また2018年のローガン・ポールの件から2019年の小倉美咲ちゃん事件までの間に、樹海で発見され警察に通報した人間全員、またローガン・ポールに同行していた樹海探索の熟練者も含め、その記録が富士吉田警察署にまだ残っているのであれば、おそらく全員で100人もいないでしょう。その一人一人を容疑者として捜査するのも一つの手段かもしれません。実際樹海の富岳風穴売店には美咲ちゃんの情報提供を呼びかけるポスターがずっと掲示されていました。警察も樹海での探索者による犯行の可能性を疑い、罪悪感や両親への謝罪を促していたのかもしれません。とはいえそういった訴えが心に響くような犯人であれば、そもそも他人の命や尊厳、人生を踏みにじって数字を稼ぐような自己実現をすることなど最初からありえない話です。またこのような動画に対して誘拐事件説を未だに否定するコメントを続ける人物についても、片っ端から開示請求して捜査対象にするなど
そこまでしないとこの事件の真相解明は難しいのかもしれません。というわけで今回の動画はこれで以上です。内容が中途半端だと思われたならそれは仕方ありません。この程度のことしかわからないわけで、自分もエスパーではないので具体的に誰が犯人だとかわかりません。最後に一応言っておきますが、ゆるキャン自体は素晴らしい作品であり、作者やアニメの制作サイドには何の罪もありません。それはキャンプ業界全体についても同じです。あくまでブームに乗ってやらかす大バカクソ野郎が悪いだけです。当然です。そしてこの事件を延々とすり続けて数字を稼ぐ連中もその信者も同じです。恥を知りなさい。ちなみに来年の3月には本来であれば小倉美咲ちゃんが小学校を卒業するはずでした。それまでにどうか犯人が逮捕されることを願い、このシリーズの締めとさせていただきます。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。この動画が少しでもお役に立ったり楽しんでいただけたなら、ぜひいいねボタンを押していただけると嬉しいです。またこれからも皆さんのためになる内容をお届けしていきますので、チャンネル登録をしていただけると励みになります。ご家族やお友達にもシェアしていただけるととても嬉しいです。次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。